ここまでね、広島の明かりつきの堤防、12月の明かりつき堤防の釣りを見ていただきました。で、次は、今度はね、1月の山口で、同じように誰もがアクセス可能な一般的な明かりつき堤防でやります。で、この広島山口と2つの場所を続けたのにはもう意味があります。これは、この2箇所はね、大型メバルいないです。もうまずいない。釣れるのは15センチから20センチくらいの小型メバルが 90% 以上。そんなエリアで、なおかつ6センチを超えるような大型プラグで、普通のジグヘッドリワームリグや小型のプラグにと比較して、どうなんだっていうのがね、一大テーマですので、そこをね、意識して見ていただきたいんですよ。で、この広島でも友人が実は一緒に行ってるんですよ、一人ね。で、ジグヘッドにワームで、最初の、そうですね、2時間ぐらいはやってるんですけどね、小さいメバル2匹しか結局ゴミ仕様で釣れなかったんです。で、僕はその間に7センチや7センチ5ミリのプラグまで使って5、6匹釣ってる。釣れるじゃないかっていうところを見ていただきたいわけ。で、この後にお見せする山口も同様です。もう15センチから20センチあるかないかのメバルしかほぼ釣れない場所。そこへあえて行って、今度はドクター T というね、友達と一緒に行って、彼には小さいプラグを結んでもらって、僕は6センチ以上ぐらいのプラグを主体にして、釣果にどれぐらい差があるのかっていうのをね、あえてやってますのでね、その辺を注目してご覧ください。よし、くた。SPM75 の、スローリトリーブで食ってきました。よっしゃー。あ、フロントフック着てるよ、綺麗に。かわいいメバルじゃん。かわいいサイズだけど、しっかりフロントフックへ。ほら、これ。ね。うん、やる気満々ですよ、この食い方は。ほら。バッチリでしょ？はい。SPM75 で2匹目来ました。ただ、今僕、これ2匹釣ったんだけど、2匹釣ってと思うんだけど、シンキングペンシルが状況に、ぴったりという状況じゃないですね。うん、もっとね、多分違うタイプのプラグの方がさらに釣果が上がると思います。はい、今度はこれです。リッチスリム60のスプリングスグリーンですね。はい、リッチスリム60、これもね、なかなかいい仕事してくれるんで、こいつを入れてみます。リッチスリム SS ですから、スローシンキングなので、さっきの SPM よりももっと上のレンジをね、ゆっくり通せるわけで、今 SPM で2匹釣ってみて思ったんだけど、もう少し上のレンジの方が多分釣りやすいだろうと思って、この 60SS です。ほら、一発できた。やっぱね、浅いんだよ。浅い。こうです。スローシンキングでスローリトリーブしたら簡単に食ってきた。さっきよりも、もうはるかに簡単に食ったというか、楽に釣れたし、食っていくのも早かったから、やっぱりレンジがぴったり合ってんだよね。うん。だからといって、メバル釣るのはリッチの 60SS がいいんだ、
SPM よりいいんだじゃないよ。条件次第、 SPM がいいとき、 60SS がいいとき、シュガーミの50がいいとき、シュガーミの、スリム95がいいときとかね、もうそれはもう条件次第だから。どのルアーがメバリングに一番いいんじゃなくて、どのルアーも全部メバリングにいいんです。ただその条件で何を使うかということをね、きちっとその合わせられるスキルを身につけなきゃならないということを言いたいです。はい、 60SS スプリングスグリーン、メバルのサイズは18センチ、プラグでかく見えるね。サンキュー。このリッチ 60SS はね、あのツイッチかけるとね、平打ったりテーブルターンしたりね、素晴らしいトレックダートのね、いい動きしてくれるんで、あのイカナゴなんか入った時でもね、ものすごくいいです。でスローシンキングだから、ある程度レンジコントロールもね、自分の任意にやりやすい面も持ってるので、あのトラウトミノーなんだけど、僕はものすごくメバルに向いてると思う。バスディさんのルアーはだいたい好きでいろんなもの使ってきてるんだけど、シュガーミノー、それからシュガーミノースリム、でこのジップベイツさんのね、リッチ60っていうのはね、とりわけメバルにいいですね。スピードかな、早巻きの方がいいかな、ひょっとしたら。ちょっと早めに巻いてみようか。ただ巻くだけの早巻き、早巻き、こんなスピード。うわーし、くた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 、これ活性高いって。早巻きの方が、早巻きの方がいいぞこれ。リッチの熊で SS 早巻き見えたかな、今のハンドルスピード。うん、パッカーンです。よし、いいぞいいぞ。早巻き、うん、早巻きで簡単に食ってきてる。フロントフックだよ、しかもフロントフック、もうやる気満々ですよ。今の早巻きが再現性があれば、もうメソッドとしてはね、かなり正解に近づいたってこと。SPM からさらにレンジを上げて、リッチ 60SS で、でスローリトリーブやトッチかけたのポーズでは食わないので、今早巻きしたらパーンって一発食ってきたので、これが同じやり方ですぐに2匹目3匹目を釣れたら当たりメソッドってことです。よし、たーっと巻いてくるです。もうメバリングとしてはもう相当な早巻きですね。でこれがメバルのそばを通過すればスコンと食ってくると。今釣れなかったのはメソッドが合ってないんじゃなくて、メバルのそばを通らなかっただけだと思うんです。今ね、釣ってて巻いててキャストして、ラインスラックを取って巻き始めてすぐ気がついたんだけど、あのやっぱ風の向きがこう変わるので、 P がね、吹き上げられて吹き流されて、自分が通したいコースにね、あのプラグが通せてないっていうのがね、瞬時に分かったので、フロロタック、フロロ 0.65、ルアーは同じ、リッチ 60SS、 これでもう一回トライしてみます。うん、やっぱり風に強いね、フロロは。SS ですから、スローシンキングですから、少し潮に混ぜませて、風が吹いてるのでね、すぐ巻いたら水面割っちゃう可能性もあるので、少し馴染ませて、そこからリトリーブ開始、少し早めのリトリーブ。よし、食った。やっぱ巻きの方がいい、巻きの方が結果が出てるね、今日は。ポーズよりも巻きの方がよく釣れる感じ。はい、60SS、
このメバルは約20センチあるな。藻が絡んでるから、あの藻のあるところのキワキワで釣れたね。プラグがもう胸当たっちゃったんだよね、これ多分、はい、よし。なんか1月明けてすぐなのに絶好調になってますよ。今回は年末厳しかったけどね、28日に、2015年のラストのロケやったんだけど、あれだけ厳しかった。うん、あ、サイズが可愛らしいんだけど、今日はねよく釣れてます。これでもう1ヶ月半2ヶ月経つとどんどんサイズが良くなってくるんですけどね。沖合、堤防先端のですね、少し沖目に浮いてる感じがするんですよ。今リッチ 60SS をフルキャストしたい位置で、巻き始めにすぐカンと来て乗らなかったので、今度はねこれ、シュガーミノスリムの 95F、 今度はフローティングです。ロングリップでね、しっかり水噛んでくれて、で泳ぎは大きなこうスラロームのような泳ぎ方をするんです。で、まあ、細身なので飛距離もよく出ますしね。で非常に魚の乗りもいいし、止めて待つとふわっと浮き上がって、そのいわゆるライジングアクションも使えるので、こっちの方がベストマッチするかなと、先端の沖合にいるメバルに対して。はい、これでやってみます。今 DT がねトップ投げてて、風が横風だから押し流されてね、出るんだけど乗り損ねてるみたい。やっぱり流速とピタッと同じで流れないと難しいよね。うん、いまいちレンジが合ってないみたいになって、ここで強盗してくれなかったので、確認のためにまた 60SS に戻すと。よし食った、よし食った。今潜らせてドラッキング、潜らせてドラッキングで食わせました。まあ、お、サイズアップどっちにしても今の状況ではこの 60SS が合ってるね。あのレンジが、レンジの勝利間違いなく。食い方もいい、フロントフックできっちり食ってます。食い方もいいです。これフロントフックへバチッと、いい食い方してるし、うん、楽しい実に楽しい。 This is a plucking です。メバルプラッキング。 60SS を着底させたらすぐ、まあロッドをほぼ水平が前ぐらいで、水面直下をゆっくり巻いてきます。で時々止めて様子を見ると、ほら止めたら食ったでしょ。で巻いてきて止めて食う、これがねジグヘッドのワームじゃできないのよ。フラグならではの釣り方なんで、今だ巻いてきて止めて、ほとんど浮かず沈まずの状態でこのスローシンキングミノーがね、水面直下でステイしてる状態で追っかけてきたメバルがね、止まったからパカッと食ってくれたわけですよ。はい、リアフック、リアバイトですね。うん、どうもねさっきからね着水直後に当たってるんだ、パカーンって。着水直後に当たって巻き始めたら当たらないってことは、着水音に反応してる可能性ありあり。そうなると天使で面白いかもね。うん、ひょっとしたら今もうすでにトップモードに入ってる可能性がある。
水面炸裂モードなのかもわからないね。もう一等して食わなかったらトップ経由を今度は試してみましょう。お、ペンシル？あ、じゃないわ。お、すごい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 。お友達がシュガーのこれ9号だね。シュガースリム9号で、うん。ライジングスターだったっけ？カラーがね。イエローとレッドの。お腹がベリー、レッドベリー。背中がイエロー、フロント服がツンクってきてます。さっき僕は投げて食わなかったやつね。今ちょうどメバルが少しレンジが上がってきて、シュガーミノスリム 95F のレンジに今なってるかもしれない。だって僕が釣れなくてすぐ隣で釣ったということはそういうことなんだよ。ありがとう。今日はどうやら、リッチ60SS デーですね。一番釣れやすい飛距離、それからメソッド釣れる頻度っていうのかな、バイト頻度から考えてもこのリッチ 60SS が一番今日は 楽だ。どれでも釣れるんだよ。どれでも釣れてんだけど SPM はちょっと苦労したね。うん。でシュガーミノスリムも風の悪影響を受けて、ちょっと釣りづらかったけど、うん、結局この 60SS が一番簡単に魚を連れてきてくれてるって合ってんだよ条件に。おっしゃ食った。うん、2、3頭に1頭連れてきてくれる。よっしゃー、サンキュー。うん、今日はこんなとこかな。ね、もう十分結果出た。2016年1月9日、山口県の明かりつきの堤防でプラッキングをやるとどうなるかっていうねロケなんですけども、まあ一つの結論が出ましたよ。あとはそうだな、もう一箇所ぐらい港を回って、サイズが上がるかどうかぐらいかな。うん。ということで、まああと釣れたらまた画面つなぎますけども、とりあえず今日のところはこれまで。やめようかと思ったけど場所移動してもう一箇所、今回はね打って変わってこれべった投げで風も何にもなくて、もう海面鏡みたいな状態で非常に釣りやすいんです。ただ魚が釣れるかどうか別。やっぱりねある程度荒れてた方がメバルもね釣りやすいんで、まあ、とりあえずここでやってみます。ルアーはさっき結んでたのそのままで、リッチ 60SS。 さて食うかな。とりあえずリッチ 60SS をゆっくり、あ、足元見えるよメバルが。反応しない。お、食った。今ちょんとツッチ入れたらパコーンと一発で食ってきた。これサイズは一緒一緒っていうかちょっと下がったかな。うん、やっぱり今日はリッチ 60SS デーだよ。場所変わって一頭目いきなり一匹です。これはしかしちっちゃいな。これよく見たらかなり小さいんで、小さいからこそ見ていただきましょうかね。こんなメバルですよこれ。もうぶつ持ちするのが難しいぐらい。ほら僕の手が20、うん、ね、僕の手21センチぐらいですから、これ15センチないよ。うん、まあ、こういう、これはリッチ
丸 SS ですから6センチの美濃をね、別に3センチとか4センチでなくてもね釣れるし、おそらく僕ねこいつらあの9センチ5ミリのルアーでもね食ってくると思います。とりあえず6丸で2、3匹釣ってみて、もう少し大きなプラグ入れてみますね。おちびちゃんメバルしかいないから、いないからこそ試してみます。しがみのスリム 95F 9センチ5ミリ、これでおちびちゃんが食うかどうかね、やってみます。さてさてさて、どこにいるか。お、食った、ほら一発でスーッと巻いて、ほらほら、3つ目のチェックポイントです。ライジングメソッドって何ってまあライジングです、ライズですね、浮く動作。まあフローティングミノ、フローティングプラグを使いますと、まあミノですとリップがついてるからこう引くと潜るじゃないですか。潜ったところで巻く手を止めるとフローティングですから、おのずとこう浮き上がるわけですね。でこのね、潜らせて止めて、まあトゥイッチかけるなどして目立たせておいて止め、で止めるとふわっと浮き上がって、最終的に水面ポコッとこう背中つけるような形でフローティングミノなんか浮かぶんですけど、この浮く過程でねバイトしてくることってね、メバルの場合ものすごく多いんです。僕がねこれに気がついたのが定かじゃないけど、多分12、3年前かな。だからあのブリーデンの DVD でメバリングアカデミーっていうのがありますけど、このレッスン2でもこのライジングメソッドをね、あの現場で紹介してきっちりその通りなの釣って見せてるんですけども、その時もシュガーミノスリムの多分70だったと思うんですけど、潜らせて、でリップなりに潜ったところでパパッとトゥイッチかけて、ピタッと腹緩めずで止めて待つんです。そうするとふわーっと浮き上がる、中途で食ったり、あるいは水面下にペタッと背中をつけたあたりでパンと食ってくるというねパターンがあるんですよ。で水面で食うんだったらペンシルで食うじゃないって一見思うよね。ところがそう甘くないのよね。ここがやっぱりトラウトとかね、トラウトに近いような食性を持ったメバルっていうのはものすごく微妙で、こう水面があるでしょ、水面の上に浮かんでるものを食う時と、半沈みに非常に反応がいい時と、背中をつけて沈んでるような状態のものに反応がいい時とね、やっぱりそれぞれパターンがある、なので、そういうレンジをに当て込めるルアーを使えばいいんですけども、わかんないじゃない、なかなか現場で。でライジングメソッドのいいところっていうのは、まあシュガースリムミノだったら 4,50 センチ潜りますよ、きっちり引けばね。そこからゆっくり上がっていく過程のどこかで、メバルの食うレンジを通過した時にバンと反応してくれるっていうのがね、ライジングメソッドの良さですのでね、まあ今回は VTR でそんなにはっきり映せてないんですけども、大変多くあるパターンです。もうプラグやり込んでる人はね、随分たくさんの人が気がついてるメソッドですが、ご存じない方はね、ぜひ試してみてください。9センチ5ミリだよ、こう瀬戸内のもうね普通の平凡なかりつき堤防ですよ。これ見て、14センチテールフックへ釣れるでしょ。だからね、本当にねプラグってねサイズじゃないのよ。まあサイズの時もあるよ、絶対サイズじゃないとは言わないけど、僕の経験ではもう年間通してね、こういう7センチ9センチのミノーでねメバル釣れないなんてことはほとんどない。年間の中で 10% ほどはある、3センチとか3センチ5ミリのプラグでないといい結果が出ない時っていうのはね 10% しかないからね。あとの 80%90% はさ釣れるんだよ普通に。このただ
やらないからみんな気がついてないだけなの。うん、で、わざわざ何の大きなプラグで釣らなくてもいいじゃないかと思うかもしれないけど、大きなプラグってね、やっぱ手返しがいいんですよ。何をしても飛距離も出るし、ルアー自体の存在感も分かりやすいしね。うん、だから結局使いこなせるようになったらっていう、自信も持てるようになったらね、使いこなさなくても釣れるから自信、これで釣れるんだというふうに自信が持てるようになったらさ、結局7センチから上ばっかり使うようになっちゃうの、僕みたいに。これが真実です、メバルプラッキングの。よし、写真撮ってもらおう。今ね、SPM の、SPM の75をボトムまで沈めてます。深いところにサイズアップできるやつがいないかなということで、ちょっと試しにね、ボトムまで沈めてます。よし、こっからスローに巻き上げてくると。で、レンジを斜めに上方に通過する過程で、まあもしかしてボトムより少し上の方にいいサイズがいたら、そういう動きにはね結構よく反応するので、うん、食ってこないか。ああ、追っかけてくるね。素晴らしく飛距離が出るね。沖の暗いとこを打つのは簡単だよね、SPM だと。今度は一点、表層直下を沖の暗いところからゆっくり巻いてきます。よし、食った。食いました、食いました。うん、あ、サイズはね変わんないんだけど、やっぱりね沖の暗いところにだね、あのプラグで食ってくれるやつが、足元にねちっちゃいやつがいっぱい見えるんだけど、おそらくこういう足元のちっちゃいやつはね一番明るいところにいるから、ほんと豆みたいなやつは食って、で活性もちょっと低いんだと思う。だからこういうのはさ、もう極小ジグヘッド、僕がいざという時にためにやるフライフックのね20番とか使って、ワームの尻尾だけつけたようなやつだったら食うんだよ。こういうのが普通のジグヘッドでも食わないよ。でも沖の流れの中でこう餌取ってるやつは、同じサイズのメバルでもこういうね SPM の75あたりに簡単に食ってくれるってことですよ。はあ、目いっぱい遠投して、これ SPM の75でフロロが 0.65 だからね、もう楽勝で30メーター飛ぶんですよ。30メーター後半台じゃないかと思う。本当によく飛ぶ。さっきの飛じゃん。お、食った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 、また食ったよ。SPM 爆調です。で、おかしなもんだよね、リップ付きでバタバタ 60SS なんてのがずっと調子よかったのに、こっちのあの風のないところ来たらさ、リップレスの方がよく食うよ。これまあまあ今日の中じゃいいサイズ、20センチ近くいったよ。いや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 、うん、見せたい絵が見せれてる。うん、いいロケになったですよ今日は。ね、山口県で1月9日で、風の強い風表側の堤防と反対に山越えてね、風が当たらない裏側の堤防へ来て、うん、その両方なりの釣れ方ね、風が吹いてるところ
ては完全にトップにはいまいちできられない状態の中、リッチ 60SS というねスローシンキングのリップ付きのミノが非常によく釣れて、うん、でこっちの風がもうほとんどないく潮の流れもね、目立ってこう際立ってないような、まあどちらかといえばペタッとした感じの海域では、SPM スローシン SP、シンキングペンシルミノーだよね。リップのないやつ、リップレスの割とヘビーウェイトの、ルアーが構想してるというね、比較的特徴的な。で釣れてるメバルが全部ほとんど18センチ以下が7095なんていうサイズでね、さほど苦労しなくても食ってくるという、そんな、お正月とその山口ロケでした。はい、次はまた、そうだな、1月末か2月頭か、どん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 あの春の3月4月というふうにメバルの活性がこう上がっていき、大型が接岸してくるその過程をね、5月6月7月ぐらいまではね追っかけてみたいと思いますので、乞うご期待で。堤防の釣りをね、ご覧いただきましたけども、次はあのボートゲームです。なんだボートゲームかと思わないでくださいね。ボートゲームといったって、要するに海岸沿いに常夜灯が落ちてる場所を打つわけですから、メバルの状態自体は堤防明かりつきのメバルも、今からお見せする工場地帯の明かりについてるメバルもメバルはメバル同じなんです。ただ、丘から人が入れない場所なのでたくさんメバルがいるだけなんです。でまたたくさんいるからこそいろんな実験的なことが試せますし、数が多いからこそちょっと釣り方間違えば全然釣れないのに、ピタッと釣り方が合えばどんどん釣れるよ、そこにどんなプラグをどんなタイミングで投入すればいいのかとか、プラグのサイズでどう釣果変わるのかっていうのがね、個体数が多いからこそ明確に見ていただける、そこがねあのボートゲームの場面をねお見せする理由ですので、そこを理解してしっかり注目してみてください。バースのチヌは擦れてないから食ってくるよね、チヌや。いや2月にはペンシルでこういう状態な、お、食った今喋っちゃったらゴーンと持ってかれたよ。なるほどなるほどって感じ。よいしょ、90、はい、9センチミノです。これ今ね DT がチヌを釣って補助してたんで、それを見てたらもうほったらかしにしてたんだけど、バカッと当たってきたやっぱりね、なんかイカナゴパターンっぽいね。イカナゴパターン、基本イカナゴパターンなんだけど、その火吹くようなパターンじゃなくて、うん、あのぼちぼち食ってきてるような、たまに当たるんだけどなかなか乗らない。ようやく乗りました。完璧ホットケメソッドで、こんなほら、これ体長の3分の2ありますよ。こんなでも食ってくるでしょこれ。これ
実際にイカナゴの群れかなんかがバーッと入ってくれたらね、火がついたりね、釣れるんだけど、今のところそんな様子はないね。そんな様子はないんだけど、メバルはもうしっかりこの季節になって、あのイカナゴを食うことをね、体がもう覚えちゃってるんだよ。だから細長いシルエットである程度の長さがあるものがこう来ると思わずね、もう反応してしまうんですよ、餌だって。ちょっと見えにくいかもわかんないけど、イカナゴから完全な、よし、よし、食った。おやった、煮るとこ入れれば食うんだよ。それは何色？これはあの今日塗ったから、イカナゴから無理出ました、イカナゴからでよしよし、ちょっとずつ調子出てきだしたぞ。イカナゴ自体もね、イカナゴはあの港の明かりに入ってくるのによく見てたら分かりますよ。トルルルルッと入ってきてフッと止まるんでね、トルルルルッと入ってきてヒュッて止まるっていう動きをね、イカナゴよくやるんで、止まった瞬間がバコンと食う瞬間だから、食う側にしてみれば、そうかと思えばこのシュガミノをデッドスローでね、あまりお尻振らないようにゆっくり巻いたら食うとかね、ほんと様々なの。結構上手する。あー、バレた。合わせちゃったよ、思わず。よく釣れてるね。釣れてます。絶好調。絶好調だってるけど、パターンがもうちょっと変わってほしいな。あー。ワンパターン。フロロ、それフロロです。俺 P だからどうもいまいちこうレンズ違ってるんじゃないか、フロロと P で。同じルアーを使って同じとこ打って同じメソッドでやってるにしてはちょっと差がつきすぎてるから、これはフロロにした方が正解だな。まあもう一頭だけこれ P でやってみるけど、もうね、ボートで来るとね、どうしてもシーファスやチルのデッカルが食ってくるから、あのこのカスタムしたねルアーをなくすのが嫌でね、 P にしてるんですよ今僕。でも基本ね、この瀬戸内のねメバルプラッキングはね、やっぱ基本フロロの方がね有利、よく釣れる。なぜか P がね釣りにくい時が多いね。やっぱりフロロがいいよ。うん、フロロがいいと思う。いいの分かっていながらちょっとピー使ってるんだけど、まあ、瀬戸内のメバリングって数はね本当出るんだけど、シビアな、こういう風にシビアなんですよ。ライン一つで全然釣果がね分かれたりするの。まあピーで全然釣れないわけじゃないのよ。一晩釣ってれば20匹30匹釣れちゃうんだけど、フロロタックルだとそれが40匹50匹になっちゃったりするから怖いのよ。そういう皿の付き方するの。もう何十回もあるからね、そういうことが。あー、来た。大観、これこれはメバルじゃないだろやった。これはでかいわ。これは
年賀しどころか、スーパーサイズ来てしまった。でっか。今日はフィッシュグリップなんか持ってきてないぞ。すげえ。これ、2の C の50ある50。でっかい。こんなん出ました。でっかすぎ。きつ。臭い。ブリデンフロロ 0.65。3. 何ポンドだっけ？ 3.1?2? 3.1 だったかな。 0.65 で、ね、取れます。適正ドラグ調整してればレバー釣り来たんだけど。でっけえ。お帰り遊べ。よいしょ。ドボって言ってるよ。ミニマルでもね、釣れるの。絶対ミニマルでもバクるはずなの。ただ、シンカーのバランスがね、今のこのメバルの状態に合ってないだけ。6号で文句なく当たってきとるからな。これだな。サスペンド。コットンキャンディーの6号で今6回ぐらいバイトがあった。同じコットンキャンディーでもフローティングの方で、じゃないや、さっきフローティングだから今度はサスペンドの方で。サスペンドというよりまあスローシンキングなんだけどね。新刊は？新刊サスペンド中。五発も、あ、また当たった。よし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 。今度は仕留めた。仕留めた。ようやく巻き合わせで、巻き合わせで壊せました。あ、サイズがちっちゃいんだ。当たった乗らないの。でも、バイトがね、出だしたってことは、かなり正解に近づいてる。うん。はい。ミニマル50のシャローに、ペラをつけてみたいです。これに、ね、今すごくバイトが集中してる。なかなか、フッキングできなくて、ようやく今かけたんですけど、巻き合わせで食いました。本当だ、すごい当たることだ。よし。おった。こっち当たる？当たるようになったね。ミニマル50聞き出したね。聞き出した。全然もうバイトの数が多くなった。ほら、よし。これはあのミニマル50のサスペンド、こうただ巻き今。サスペンドのただ巻き。うん。流れが出だして少し活性が上向いてきたっていうか、レンジが変わったかな。さっきまであまり良くなかったミニマルへね、今当たりが集中しだした。これだから、どのプラグが一番ってことじゃないのよ。バレた？状況にどのプラグを合わせるかの方が問題で、どのプラグが一番釣れるなんてそんなことない。例えば、リッチ35なんて僕もすごく信頼を置いてる。ジェイドももちろん、メバペンだってそう。ミニマルもは当然。だけど、どれが一番なんてことありえないからね。状況変わったら、主役がコロッと変わるから、もう間違いなく。それがメバルのプラッキング。リアルメバルプラッキングです。よしよしよし、ほら、ミニマル爆釣しだした。俺がね、いつもミニマルばっかりが釣れますよったら、ほんと嘘言ってることになる。今ミニマルすごいハマってる。これもう嘘じゃないし。さっきまでミニマル全然効かなかったのも嘘じゃない。シュガースリムがすごく効いてた。しかも90なんてのが今ミニマル爆釣だもん。シュガーの時よりもはるかによく釣れ出した。今はこれにスイッチが入ってる。なぜそうなのか知らないよ僕は。そこはメバルさんに聞いてください。自分はわからない。でも僕たちがね、もう瀬戸内で20年30年プラグで
もうミニマルバクバクじゃん。メバルをねプラグで釣ってて、ずっとこうなんですよ。ずっとこういうことなの。はい、出て。あ、当たったら当たってる。よっしゃ乗った。よっしゃよっしゃよっしゃ。ほら、だからやっぱり投げてる場所の潮のスピードとか、それに合ったルアーが合ってれば連発です。さっきまで3段 DT にやられて連発食らってたけど、今今度は僕が連発してる。よかった。面目百丈。下手したら今日やられっぱなしで終わるかなとか思ってたけど、よっしゃ。ミニマル火吹き出したし、オッケーです。ちょっと海面が落ち着いてね、たまにパサッとライズが出てるんで、ゆっくり流ってるぐらいだからね、すごくトップゲーム向きな状況になってると思うんです。このトップゲームを巻いた方がいいのか、流しただけがいいのか、この2つぐらいですね。おった、オッケー。とりあえずパシャッと入れて放置しといたら、ゴーンでいきなり1投目、あ、2投目か2投目、よいしょ。ほら、来た、嬉しい。やっと今日トップゲームの目がないかなと思ったら来たよ。ほら、おい第2トーピード。2月にねすごくいい釣りしたんだけど、それ以降なかなかその第2の出番っぽい、状況がなかったんだけど、今日もダメかなと思ったらありましたね。2投目でいきなりバッコーンですよ。おっとっとっと、来るでしょ、こんなでっかいプラグにペンシル。でかいよ、タイニー、太くて。こういうのに来ると楽しいね。最高。はい。いいメバルクです。釣れた？乗らなかったって。よいしょ。ある日なんかは、その、夜が明ける寸前に、おー、くた、喋ってたらくた。今流してただけだからね。夜が明ける寸前にね、うわーっと風が吹き出して、その風がね、堤防にもう正面からバッチャンバッチャン当たり出したタイミングで、あのライド君というお友達とトップ投げたらね、バッシャバッシャ出だして、うん、ほら、また来たすごいすごいすごいね、すごいね、まず簡単に釣れるね、簡単に釣れる。今日あの、まあ、ミニマルドラッシュのシーンもあったけど、シュガースリムラッシュのシーンもあったけど、なんかこっちの方が簡単に釣れてない、今釣れてる , 笑えるわサンキュー。今度はさらに大きいザラパピーで、ほぼ8センチ近くある。お、出た。おー、しくったくったくった、おー、じーってザラパピー来ました。ザラパピーザラパピーでも釣れたよ。8センチ近いプラグで、8センチ近いペンシルで、メバちゃん。置き竿に来てる、置き竿に今 DT 投げて、僕の写真、魚も写真撮ってくれて、置き竿にしてたら食ってる。はるか大きい、はるか大きいよ、これオープンの勝手に流してたのね、すごいな。うわ、置き竿で、うわ、食った、うわー、よし来た、よし来た、俺は来たぞ。よしよしよし、また出たよ、ザラパピに。今日ね、一つちゃんと言っときたいことがあるの。これボートゲームに来てるじゃない、だからね、よく言われるのよ、僕なんかも。
いや、賀来さんね、それはね、ボートで行けば釣れますよ。うん、あのね、間違ってはいない。ボートで行けば釣れるでしょう。はい、釣れます。そりゃ魚がいっぱいいるところ来るんだから。でもね、絶対間違えちゃいけないのは、ボートで行くからプラグで釣れるんじゃないよ。これね、絶対ダメよ。そういう、そういう風に考えたら、もう全然もう、あのプラッキング成長しないよ、皆さん。本当に丘だろうがボートだろうが、メバルはメバルなのよ。広島だろうが福岡だろうが佐賀だろうが千葉だろうが東京湾だろうが、メバルはメバルなの。だからプラグで釣れるんですってば、普通に。ただボートで来れば確かに魚の濃いところ打てるから、東京湾でも広島でもね、こうやって、釣れちゃうんだけど、ボートだからプラグで釣れるっていう考え方はね、論理的におかしいよね、うん、おかしいと思うでしょ。論理的にはおかしいと思っても、気分的にはなんかそういうふうに考えがちなんだよね。また釣ってます。だからね、まだプラグで釣ったことがない、どうしてもプラグで釣りたい人は、その辺はね、もうこの間もね、 DT と2人で地元の堤防から2人で80匹もプラグだけで80匹釣ってんだから、2人でね。堤防からでもプラグだけで釣れるし、今日はまあボートで来てるけど、ボートだから堤防だから関係なく、メバルはプラグでたくさん釣れますよ。もちろんプラグで釣れない時もあるけど、プラグで釣れるタイミングいっぱいあるよっていうことをね、まず信じてください。で、すでにプラッキングでメバルを楽しんでるけど、もう一つ上に進みたい。いまいち釣れる、釣ってるけども、釣れてるけども、いまいちだと、いう方はね、多分プラグのラインナップが少ないと思う、まず。それと、そのロケーションに応じたプラグを多分投入してないと思う。うん。でね、このゲームやるときにね、僕にはもう、ドクター T 高原君というね、本当に素敵な友達がいて、彼と行くとね、よく釣れるんですよ。なぜかというと、2人が違うことやるの、必ず。僕がこれをやってるときは、彼はあれをやる。そういうふうにできてんだよね、コンビネーションが。できてます。ね。はい、だから、どっちか、2人がこう違うことをやっていければ、当たりが探れるんだよね、早く。そうですよね、早く。うん、早く正解できる。そうそう。だからできればね、やっぱプラッキングっていうのはね、こう、仲のいい友達と同時に始めて、お互いに同時でこう高め合ってね、情報交換し合って、必ず違うことしていくと、お互いが。で、その日の当たりを早く見つける。で、やってるうちに、釣れてるペースがカクッと悪くなったら、絶対違うプラグをね、結ばなきゃいけないのよ。その時に2人が同時に同じものを結び替えるんじゃなくて、ちょっとずつ違うものを結んでね、レンジが違う、動きが違う、マットからこっちはクリアというふうにね、もう一歩進んだやり方をしていただくとね、もっともっとプラグがね、釣れるようになります。はい、今日はね、いいロケになったし十分釣れてるんで終わりにするんだけど、ちょっと最後にね、試したいことがあるんです。釣れるかどうか分かんないけどね、まあ、ちょっと実験的なことをやってみます。それは俺がもうメバル用としては、でもうまず皆さん使わないサイズですよね、8センチ近い 7.5 か6ぐらいあるのかな、ザラパピーでも釣れたでしょ。もうこの辺当たり前なんですよ。それとまあ前半でシュガースリムの909センチ使って釣れてたでしょ。このシュガーミノリね、こうでっかいやつがあるの、こんなにでっかいよね。多分190より2センチぐらい長いから11とかあるんじゃないかな、11センチとか、うん、この11センチくらいのもので釣れるかどうかっていうのをね、ちょっとやってみたいなと思うんです。真似してくださいとは決して言いませんか、あくまでもこれ、まあ、実験的なことなんで、いくらなんでもね、11センチもあるミノーで当たり前にメバル釣りましょうなんてね、無茶言いませんけど、11センチでももしポコポコっと食ったらさ、認識変わるじゃないですか、皆さんね、うん、なんかもう8センチ9センチが当たり前になってくるんですよ。結構ね、僕の中じゃもう7センチ8センチは当たり前、9センチはね、さすがにシュガースリムぐらいしか使わないけど、シュガースリムだったら僕9センチはね、
もう何のためらいもなく使うんですメバルで。それが実際今日ね証明できた。たくさん釣れてます。じゃあ11セット行ってみます。釣れるかどうかわかんないけど、釣れたら痛快でしょ。グイーンと持てたのに、やっぱりルアーがでかすぎて竿が T の毒ガチだから、あのルアーの水抵抗がリップ抵抗があって腹筋決まらないんだわ。だから竿がもうそもそも無理だからね。11センチだって。これ竿が強い竿だったら釣れてるな今の。ああ乗らない。当たるよ、ガンガン当たるんだけど。サイズがちっちゃいみたい。このメバル、このポイントはちっちゃいか。あ、された。いや、サバ当たって、ついでこっちよしよしよし、ついで釣ったよ、ついで釣ったの。ついに釣ったの、俺。これは面白い。これは面白い。見てこれ。見てこれ、これ、これ。来たよ、11センチの箕面に。よっしゃ。これは面白い。これ。皆さんご覧ください。これをご覧ください。重厚の大きさ見て、これ11センチミノフにメバルです。後ろでも釣ってます。なんかしらこれすごくない？これすごいよ。これちょっと、これはさすがにびっくりするんじゃないの、みんなね。これ言ったでしょ、だからでサイズ関係ないって。これね、もうさっきからね 10発以上当たってるんですよ実は。こういうフックがちょっとごつすぎるので、これをね、これ ST36 でもね10番ぐらいにしたらね、もう大抵乗ってんだよ。これちょっとフックごつすぎた。うん、でもこれはいいわ。これはね、おお、やめなさい、やめなさい。君ちょっと写真撮ってもらいましょうね。はい、口開けて。ツンコツンコツン。ついに仕留めた。面白い。本当に顔が入らん。ザ・リアルメバルプラッキング。これがメバルプラッキングの真実です。いやー、最高の夜でした。サンキュー。よし、なんとおお、トーピード、やったー。いや、いいね、トーピード一発じゃないですか、これ。なんと、あのまだあのカメラの準備をしてたらラクダさんが、僕がお貸ししたこれ、トーピードのメバルカスタムチューン一投目でいきなり、すごい。ということで今日は横浜からお送りします。はい、はい、最高。まあ、あのボートゲームなので、普段のね堤防からのトラッキングよりももう少しこう、なんて言ったんだろう、あの楽しむ釣り、遊ぶ釣りで今回はまとめようかなということで、今日はね、あの横浜の友達の地球さんと、それからラクダさんと2人お友達3人でやりました。で今回縛りも受けまして、3人とも6センチ以上のプラグを使う、ね、これが条件で今始めてまして、まああのタイニートーピードだけ長さは6センチないんだけど、すごくあの太いから、まあデカプラグという認識でね、あの見てあげてください。ということでね、オープニング撮る前にラクダさんがいきなりトーピードの1投目で釣っちゃいましたけど、さあ
どういう展開になるのかお楽しみに。はい、じゃあ僕は、しょっぱなこれミニマル6号のフローティングチューン、今ねラクダさんがヒントくれたんですよ、1匹目で、タイニートーピードのカスタム、メバルカスタムチューンなので、もう全く水面で食ってますから、6号のフローティングでね僕がやってみます。釣れました。あ、チキさん釣れた。釣れたら必ずカメラの前行って見せてあげてください。バス持ちで。あ、ルアー何？これはステルスペッパーの7センチです。ステルスペッパー。はい。どこの？ティムコですね。ティムコさん。はい。です。釣れました。ステルスペッパー7センチ？はい、7センチです。わあ、全然もう6センチ以上、7センチ全然問題じゃないです。問題ないですよ。問題ないです。ガンガン行きますよ。はい。回収わずか5分か10分で2匹ね。今日はどんどん釣ります、はい、どんどん行きましょう。お、食ったいきなり1投目投げたら一発じゃないの。もう出ました。もう出ました。早いな今日は。早いな。こうやったルアーがいいんだよ、ルアーが。あ、僕ミニマル6号です。でかそうですね。でかいじゃん、これ来たじゃん、ほら。あ、お、おお、いきなり、いきなり尺いったんじゃない、これ、あれうぅ、いきなりでかいの出たよ、これ。いきなりランカーサイズが。いや、僕東京湾しょっちゅう釣りに来るけど、1投目で、1投目1匹目がいきなり尺ちょっと笑えるわ。ミニマル6号フローティングチューン、お尻だけがこう水面に浮いてるやつを今ちょんちょんと入れてね、お尻が水面にこう浮いてるわけだから、スイッチかけるとね、クン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 とひねりが入るのね。このクンクンとひねりが入った瞬間にドーンって出た。おお、グッドですいやー、地球さん嬉しいね。いきなり出ました、ね、いきなりミニマル6号のフローティングチューンで。ちなみに 29.8 ぐらいでした泣きじゃく。でもね、あのサイズ一発目でドンだもん。素晴らしい。元気のいいやつが随分上の方にいますよね、今日は。上の方にいるね。で、なこの赤針効くんだよ。ああ、やっぱりそうなんですか。赤針効く。あの、特に何だろう、サーフェイスで使う時の赤針って、はいはい、何かあの力が潜らせるよりも、僕そう思ってる。ルアーフィッシングはね、思い込み大事だから。なるほど。やっぱすごいじゃないですか。それはシンキング？シンキングです。あ、食った。よし、食った。おー、ミニマル6号絶好調。食った食った。よし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 。みんなサイズがいいぞ、今日は。おー、ぼちゃぼちゃ。そうでもないわ。ミニマル6号。うん。まあ、東京湾のレギュラーサイズってとこかな。24、5、悪くないよね。でもね、ほらミニマル6号フローティングです。はい、すいません、デュエルの萌えび70でちょっとやってみます。デュエルの萌えび、はい、おー、バス用です。バス用なんだ。バス用で、はい、あ、なんかジージーはしてる後ろで、なんかジージーって言ってる。まあまあ、ああ、いいね。でも悪くない。それ何？これもステルスペッパーです。ダブルスイッシャー。ダブルスイッシャーです。ステルスペッパー、センキングのダブルスイッシャー、うん、ルアーが見えない。あ、そうだ、ちょっと、はい、いい感じちょっとフッキングが難しいです。あの、沈まないスピード引くとちょっとノリが悪い感じかな。なるほど。フローティングの方が良さそうですね。多分ね、フローティングの方がでかいのが出る。はいはい、はい、きっとちょっとスピード落とした方がいいかな。うん、今度はね、
これバス用ですね。メガバスさんの X80 プロップダーター。これも水面系、どっちかというとトップウォーターのプラグでね、水車 X80 プロップダーターで行ってみます。X80 ですね。懐かしいよね、なんか。X80 ワンバイトありましたけど乗りません。風が止んでくれないかな。ちょっとね、船の上からのトップウォーター難しいね、風吹くと。うん、風が吹くのと船が流れるんで、少しねコントロールが難しいです。シュガースリムの90ね、さっき6号で釣りましたけど、今度は90で釣ります。イカナゴシェイプだよね。東京はイカナゴいないと思うけど、なんだそれ。クリアライコンあるんだ。はい、あります。ええー。あのジッターバグ系のやつなんですけど、うん、リップのやつもあります、ね。すごい。なかなか見ないんですけど。また来ましたね。ルアーは、はい、Bストレートの75ミリですね。結構こうボリュームあるよねこいつ。十何グラムあるから相当重いやつです。でかいよ。バス用？バス用かシーバス用かちょっと忘れましたけど、それぐらいのやつです。あ、普通。さっきから出てたんだけどなかなか乗らないけど、やっと乗りましたね。できました。アピールはすごい強いです。やっぱりね。ライトがあります。やっぱでかいからね。はい。でかいことはいいことだ。釣れない時ほどやっぱでかいの使ってアピールした方が結果的に出ますね。僕もそう思うのよ。特に最近強くそう思うなって。よし、行こう、考えに行こう。ウクルアーで反応しない状態になってます今。だからこの辺で普通にミニマル投げると食ってくんだよねこれね。だいたい使いたくて過ぎたから釣れるだろうなとかって思いながらも、え、探った、お岸がダメだ。なんか上に上げたわけじゃないのに、あの奥引っかかったみたい。あ、外れた、ラッキー。あ、違う違う、外れて魚食ってる。なんだそりゃ。よいしょ、僕はメバルだよ。引っかかってたの、食われて、あの柱の裏に入られて。お、やるじゃないですか、やるじゃないですか。ダブルヒットです。これは何ルアーは、エバーグリーンのプロップマジック75だったかな。プロップマジックってやつ、うん、僕はシュガースリム90。90ですよ。地球さんもすいません。はい。おトリプルヒットですね。地球さん何それ。これはさっきのやつです。ビーストレートの75。でかいの。俺9センチだよ。9センチミノだよ俺。いやボコボコじゃねえの。あー、最高。まあまあいいさす。シンキングスイッチ当たってるね今。あのレンジがぴったりなんだよね。しかも結構コンディションがいいというか、もう本当にいい魚だ。うん、いい感じ。おっ、2人をね脅かそうとこっそり結んでます。 12.5 寸。12センチオーバーです。釣れるかな。よし、
来た来た、一発だ一発だよし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 本当に食ってるよ。これがメバルだったら最高やけどな、シーバスになるなよ。よいしょ、ほら出た、このルアーを見てくれ、 12.5センチ。これ125、今これ結び替えて投げたら一発で出たよ。見てこれ地球さん、12.5 だよこれ。これすごいな、これ楽田さん見てこれ、12.5。これはやっぱ一投目だよ。この太さのバランスってのもいい感じなんですかね。見る、でかいよね、これ。でかい身のですね。こんな一投目だよ。結び替えて。これちょっとびっくりするでしょ、さすがに。うん。いいところ切ってます、ね。まあもうフロントがっつり。ね、これね、バスプロの今井勝隆さんも言ってたけど、はい、ワカサギパターン琵琶湖なんかで、はい、ワカサギパターンに入ってる時は。同じそのワカサギと同じ太さだったら長さ全く関係ないって今井さん、ってこっち側なんですね、今井さんが言ってた。そうそう、だから太さが一緒だったら、はいはい、食えると判断するらしい、どうもこの子たちは、だから長くても問題じゃないのよ。食わしたいけどアピールを強くしたいって時にはちょうどいいわけですね。まさしく今井勝隆そう言ってた。やっぱり同じ太さでも短いやつはアピール弱いでしょ、はいはいはい、と長ければ、見つけてもらいやすいし、見つけてもらってなんぼだもんね。ちょっとここルアーサイズ比べよう、ルアーサイズ、これ負けました12.5 最高っすよこれ。中腰で、ね、中腰やめて、苦しいから。ありがとうございます、サンキューです。これはいいよ、いい食い方してるわ。またやっぱりワープに出てるね。うん。サンキューでした。125ミリ。よし。そうでも太いな、しかし。でも食ってきますからね。簡単でね。ベラの威力なんでしょうね。ベラの。水車効くも間違いなく。こんなの普通メバル釣るなんて思わないですよ。世界観変わったよね今年から、うん、本当に。今日これで何本かな、かなり行きましたね。かなり行ってるよね、笑えるわ。いや前回持ってきた時は出るけど全然乗らないっていう状況だったんですけど、やっぱフックを変えただけでこれが全然乗るようになるから、うん、そう10番でしょ、ええ、でだから僕がトーピードをフックは10番にし、はい、ペラは16ミリにしりってる、もうドンピシャセッティングだね。これが菊さん、今日この状態で3センチ5センチのプラグじゃ釣りなんないよ。あ、確かにそれは言えてます。絶対ならないね。さっきもやっぱりビーストレートが楽でしたもんね、さっきのポイントなんか。ああ、重たいからね、あれ。そういう意味でもやっぱりビッグプラグ使いこなせないとメバリングやっぱりね。ただ漫然と使ってるとダメですね。やっぱりこう一工夫。よし。一工夫とは例えば。さっきのやっぱり自分のだとあれですね、フックサイズを変えないとやっぱ全然乗らなかったってありますよね。それは間違いない。ええ、うん。やっぱり最大で10番だよね。はい。そうですね。8番になるともう極端に下がっちゃうんですね。うん、10番12番。ええ、うん。今使ってるやつとか買った状態とやっぱり平気で8番6番がついてますけれど、6番じゃきついね、はい、8番でギリギリだからね。フックチューン、それとかペラのチューンね、はい、サイズチューンだよね。ボディはでかくてもいいから、はい、あとやっぱりアプローチですよね、その、うん、やっぱりちょっと遠くに投げた方がアプローチになってるんですか、着水も少しソフトになるというか。ほう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 、食い方浅いですね。というか大きいプラグだと近すぎると逆に動きが悪いような気がするんですよ。少しこう離した方が動きがいい。水噛まないんだよね、はいはいはい、だから僕はさっきから125使っててリップが噛まないんだよ水に、はい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 、水面ピュッと出ちゃって
あのディスタンスがいるんだよね、やっぱり、特にロングビルはね。ですよね、あの最初になんか水をかませる距離が、助走がいるんですよね。助走がいるね、ロングビルは。その代わり飛距離は出るから、その分遠くまで探れるからっていうのがあるんですけど、さてさて、お疲れ様でございます。お疲れ様でした今日面白かったですね。いやー面白かった。あそこまで釣れるとは思わなかったですね、カプラグ縛りで。ねえ、ね、あの今日ね、出発前にね、お二人にね、あの6センチオーバー縛り、そうです ね、センチオーバーで6センチ以上でやりましょうということでスタートさせて、まあ、正直どう、ラクダさん6センチ以上釣ってみて。そうですね、まあ抵抗はあんまなかったんですけど、だからシーバス祭りになるかと思ってたんですけど、そうでもなかった。意外にね。そうですね、それは思いました、ね。なるほど、なるほど。抵抗ないっていうのは、普段から大きめ、メバル釣るのに。メバル釣るのに。7センチとか8センチとか。7センチとか8センチとか、普通に。やりますね。あんま抵抗はなかったんですけど、ただ、東京湾なので、ボートなので、やっぱりシーバスの祭りになっちゃうんじゃないかなっていうのは、少し心配しましたけれども。なるほど。ラクダさんなんかほらね、ショップの店長さんですから、はいはい、そのメバルをやるお客さんも来るんですけど、やっぱりお客さん抵抗があるでしょ、5センチ以上とか。だと思いますね、はい、だと思います。あ、はい、そのあたりやっぱりどうアドバイス。いや、もう使って釣ってみせるしかないですよねこればかりはこればかりは、こればかりは。で、やっぱワームの隣で、ワームより釣れる。まずプラグはワームより釣れるシーンがたくさんあるよと、ね、はい、しかもそのサイズ的に全然6センチも8センチでも普通に食うよ、ね、はい、普通に食う、ね、っていうのを我々は知ってるんだけど、はいはい、それはなかなかね、浸透させるのが難しい。これも目の前で釣ってみせるしかないです。そうですね、はい、でもみんなを連れて目の前でってわけいかないんで、こうやってね、 DVD で、DVD で見ていただいて、まあ地球さんはあのこの関東と横浜東京でそのおかっぱりでメバルもね、沖堤でも釣るし、でもやっぱりその6センチ7センチの若干の抵抗はあったんじゃないですか。ありますね。あった。ありますね。で、今晩どうなったんですか。いや、もう全然平気ですっていうか、出るのは知ってたんですけれど。まあね、出るのは知ってるよね、自分。いや、実際何度も試してるんですよ。だから、乗らないっていうのが、あの今まで思ってた感じだったんですよね。ほう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 。でっかいので、やっぱり特にあれですよね、他のもう小さいのに反応しないときに、でかいのにだけ反応するっていうときがあるっていうのは知ってましたけれど、でもかけてもバレるとか、あのショートバイクだったりとかっていうのが多いんだっていうのが今までの感覚ですよね。はいはいはい。それが今晩少し変わってきたのは、ちょっとやっぱり対策って、フックサイズを変更したりとか、まあ、事前にあの何度か、メバリングときに、まあ、せっかくだからと思ってちょっと練習で投げてみて、ここら辺の距離だったらちゃんと動くなとか乗せられるなっていうような感覚をやって、キャスト、プラグのタイプとキャスト距離でその動きなり、はい、まあ、リップがついてれば当然先行振動が変わるなりを、はい、その辺はやっぱり練習で確認してからという話。そうですね、今回は。そして今回ちょっと調整してやってみたら、今までで一番釣れたっていう感じですね。なるほど、はい、今日はっきり言って大爆釣ですよ、これ6センチ以上の縛るだけでねもうラクダさんは普段の釣り場はどこ、茨城の、まあ、港湾部および磯に。茨城の港湾部磯でしょ、はい、だからこの大きいプラグでメバル釣れるよっていうのは東京湾の話してないもんね。そうそうですね、はい、茨城の話されてたんですよ、はい、そういうことなんです、はい、広島でも岩国でも福岡でも茨城でもでかくて釣れるんです。今日は東京湾だから釣れたんじゃないですからねしつこいようだけどちょっと言っとかないとねはいはい、ということでね、はい、このビッグプラグメバリングゲームっていうのをね、特にやっぱりこう東京湾のボートでやると一層なんだかね、なんて言うんだろうね、おかっぱらとはまた違うビッグプラグの楽しさって、ね、ありますね。またまたチャレンジしましょう。はい、ぜひ。で、また今晩一つだけあの物足りなかったのがあのトップのシーンが少なかったんです。ね、ペンシルとか、あのスイッシャーでもお二人が使って釣れた水車ってシンキングだったり。そうですね、僕あれはあのフローティングの水車で釣りたいと、はい、でフローティング水車、まあ今日持ってきちゃったのはあのタイニートーピード、あれがね爆発するシーンがあるんですよ、はい、これはまだ経験ないです、一発目そうだったんですけど。あ、そうか、一発目釣ったんだよ。今日一発目がそうだったんですか。あれがね、どれぐらいね火吹く時があるんですよ。これが楽しい、
今日何度かフローティング試したんですけど、やっぱりちょっと波があったんで噛まなかったですね。今日は正直難しかった、はい、次回また行くときはその辺を、ね、ね、バチッと決めに行きます、はいはい、ということで大成功でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということでね、ケーススタディ2メバルプラグのデフォルトサイズを探るをね、ご覧いただきました。で、最後にね、もう一度皆さんに、申し上げたいのがね、まあこの問題で僕は数年取り組んで、特にこの2年はかなり真剣に熱く取り組んできて、今僕自身がどうなってるかっていうのはね、本編の中でも多分説明してるんですけども、まず最初に結んで投げるプラグが6センチ以下ってことがね、もうほとんどなくなっちゃったんです。撮影のためじゃなくて、もう普通に僕がメバルプラッキングしに行ったら、最初に結ぶルアーは最低で6センチ、7センチくらいから始めてるんです。どうしてって。釣れるからです。その方が釣れるってことが、僕は骨身に染みたんですよ。これをね、皆さんにね、もうちょっと分かってほしいんです。大きいプラグでも釣れるよねじゃなくて、少なくともね、まあ、9センチ、10センチになると話は別なんだけども、7センチ、8センチだったら、そっちの方がね、従来の感覚で釣るよりもよく釣れてるんですよ。うん。一つはね、まず飛距離もあるんですね。特に SPM75 なんてのは PE の0305でキャストすると、ロングロッドで投げれば50メーターも飛んじゃうからね。普通プラッキングって言ったら20メーターぐらいしか投げてないからね、みんな。そこへ50メーターの飛距離。そりゃ釣れるよね。だって、10メートル投げても届かないところまで飛んじゃってるから、いわゆる竿抜けも探れたりする。もう一つはやっぱり、ボディサイズが大きいっていうのはね、早く見つけてくれるから、食い意地の張った、活性の高いやつは真っ先に食ってくるんです。小さい餌より大きい餌に活発に襲いかかってくる。まあ、いろんな事情があるんでしょうけど、少なくともですね、これまでのその20年間ぐらい僕自身がそのメバルをプラグで釣ってきて、どうしてもね 3.5 センチ、4センチ、5センチくらいが、最大公約数的に一番メバルがよく釣れるサイズだというね、呪縛からね、長く僕自身も逃れられなかったんだけど、実際検証としてやってみたら全然違ってたのよね。これは僕自身も驚きです。何のことないです。7センチ、8センチの方がよく釣れるんだもん。これをね、知識じゃなくて、ぜひ皆さんにね、実践していただいて、体感でね、していただいて、自信を持ってね、投入できるようになっていただきたいと思います。はい。で、ケーススタディ2にこのテーマを持ってきたのは、今後このメバルプラッキングのすべてを3、4、5とこう出していくにあたって、もう随所で、大きめのプラグ使ってます。もう8割、9割ぐらい、もう6センチオーバーなんです。僕が使ってるプラグは。その意味をね、ここでこういうことをちゃんと見て理解していただかないと、ああ、レオンはただのデカプラグ好きかって思われるといけないので、あえてこのケーススタディ2でね、ここを見ていただいたわけですので、はい。3、4、5と、続けてご覧いただく中でね、そこを踏まえて、はい、小型ミノーを出すケースでなぜなんだ、中型ミノーでああなろうと、大型ミノーはあそうなのかっていうね、シーンごとのね真実をね、しっかり見ていただきたいと思います、はい、ではまた3号でお会いしましょう。